はい、どうもエルザです。それではウィッチャー3ワイルドハントやっていきたいなと思います。そうだね、今回戦闘準備が整ったので話したいなというところですが、ちょっとイエネファーが揉めてたんで先に話そうかなと。昔のことを話したいワイルドハントについてだ。ワイルドハントといた時期のことを思い出すことはあるか。たまにね。生き残れたのは驚きよ。普通ならエルディンは目撃者を残したりはしない。残さない。俺が奴らから逃げた時は記憶を消された。そうね、あの記憶喪失。君はどうだった？私は短期間だけ。皇帝の魔術師に捕まった途端すぐに記憶が戻ったの。はあ、じゃあちょっと昔の話聞きますか。ワイルドハントといた期間のこと思い出せるか。ワイルドハントに捕まった時乱暴されなかったか？されたとしても記憶がないの。あの時期全体が幻みたいで、血と炎、異なる世界を通っての追跡劇、全てが曖昧なのよ。でもあなたが来て私のために命を差し出したことは覚えてる。あの時はお礼を言う機会がなかったけど。君でも同じことをしたはずだ。そう言ってくれて嬉しい。でもどうやって逃げたのかまだ聞いてないわね。自分でも知りたいぐらいだ。赤の騎兵団に追われながらがむしゃらに走り回った断片的な記憶はある。だが気づいたらケイアモルヘンの麓にいたんだ。で、ここが話がつながるところで、実際これは、シリが助けてくれたっていう話だね。時間軸的には今のシリが昔に飛んでっていう感じだったかな。エルディンは君に何を求めていた？あなたに求めたものと同じ。覚えてない？奴らといた時間のことはほとんど思い出せない。私たちは餌だったのよ、ゲラルト。エレディンは私たちを助けにやってくるシリを捕らえようとしていた。でもあの子は引っかからなかった。ニュルフガードで何が起きた？どうやって皇帝の人質から協力者へと転身したの？ある日、私のいた牢の扉が開いて、そこにはいつもの役人ではなくエムヒルがいたの。そして彼の頼みを聞くという条件で、私を解放し帝国の財産を自由に使う権利を与えると言った。やつはシリについて話して、君は申し出を受けた。なぜだ？共通の目的は奇妙な縁を結ぶものよ。エレディンより先にシリを見つけたかった。そのための権力と財力を持つ者がいるとすれば、皇帝以外にいないでしょう。それに、結局のところ、彼はあの子の父親よ。そうか。なぜ俺を探さなかった？記憶と自由を取り戻した後、なぜ俺を探さなかった？すぐに回復して、私を探すと思ってたの。君には魔術師の助けがあったが、俺は単独だぞ。どうだったかしらね。とにかく、あなたはワイルドハントから逃げると確信してた。エレディンが解放するはずないし、私は記憶を消されたけど、脱出してれば記憶も消されてないかも。それに、あなたはウィッチャーだから、深刻な怪我は避けられると思ってた。さあ、話題は変えるわ。他に話したいことがあるんだが。何？あ、じゃあ終わりやね。じゃあな。ありがとう、やれば。またな。なんかこういう話すると、なんか最後に向けてって感じだね。もちろん。さあ、戻ってくる前はどこに何をしてた？お前が俺とイエネファーをアバロンの島に残していったあの時以来、一体何をしていたんだ？旅をしてたの。時空を超えて異なる世界へね。ガラスの家を見たり、世界の果てでユニコーンと走ったり、しばらく海底の王国に住んだりもした。自由か。昔からの望みだったな。今もそうよ。ではなぜ戻った？逆に自由すぎたのよ。何にも制限されず何でもできちゃうと、急に自由であることに魅力がなくなっちゃった、ね。異世界を旅するのはどんな感じだ？まあゲラルドもちょっと行ってきたけどね。異世界を旅するのはどんな感じだ？とても素敵よ。難しいのか？最初はね。でもすぐに自然にできるようになった。乗馬と同じ。多くの魔術師たちの憧れだろうが。そうね。アバラクが言うには魔術師にはできないことだって。彼もその方法を400年学んできたけど、
未だに既存の門を見つけて通るのが精一杯。でも私は好きな時にどこへでも行ける。さあエルディン、どうやって君を見つける？エルディンはお前を何度も見つけた。どうやったんだ？世界の間を通り抜ける時、ある種の衝撃波を生むの。適切な訓練を受けた者なら誰でも感知できる。アバラクはそう言ってた。彼もできるって。では能力は使わない方がいいのか？そうでもない。旅が長いほど衝撃が強いの。短い移動なら乱れを感知するのはほぼ不可能よ。ほう、では話は終わりにしよう。これくらいにしておこう。分かった、後で話しましょう。んー、じゃあ報告しますかね。なんだゲラット。さあ、ここ来たね。太陽の石を使ったとしよう。その後太陽の石を使った後、エルディンが状況を察知しないと思う根拠は、白の艦隊が突然会いたがり始めたとは思うまい。太陽の石が発する信号は変えられる。エルディンに発信元がバレることはないだろう。同じ力を持つ異物はいくつかある。他にもあるのか？それいい。ならどうしてスキリッジ中を探し回る必要があったんだ？太陽の石が一番見つけやすかったからだ。あれで見つけやすいのか。お前の研究室に行ってきた。お前の研究室に行ってきた。荒らしてないだろうな。シリの能力に関してはアインエルでも右に出る者がいないらしいな。自分のことは語らない主義だ。まあ、あの研究は用済みだ。古き血脈の遺伝子を使った実験ももうやめたのか？シリを守るために打ち込んだ研究だ。ララドレンの血を継いだものなら誰でもいいから守りたかった。全てはララのためか。研究室エルフにあったぞ。そのこと、全てはララのためか。今度はララ自身を手に入れようとしているのか？野望の果てがそれなのか？ララは死んだ。今はシリが彼女の望み通り生き延びてほしい。そうか、まあ、なんとも言えんな。なぜシリに力を貸す？かつてお前はシリを監禁したが、今は逆に同胞に敵対してまでシリを守っている。大したもんだ。第一に監禁してはいない。彼女が私を見つけた。運命だった。ああそうか。では次の質問だ。なぜシリに力を貸す？危険だからだ。命に関わるほどにな。貴様にとって彼女は人間であり、守るべきものであり、娘だ。私にとって彼女は古き血脈だ。世界を破壊できる力、悪しきエレディンの手に決して委ねてはならない力。確かに我々の動機は異なる。だが目的は共通している。私を信用するか、せめてそう努力するのが賢明だ。怪しいんだよな。カランシールについて教えてくれ。カランシールについて詳しく教えてくれ。親しいのは？私が彼を作った。育てたというのか？違う、ゲラルト。我が研究の賜物だ。数世紀にわたり私は特定の能力を示すエルフたちを多く集めた。時空を操れる者たち、いわば彼はその集大成だ。輝かしき子カランシール。歪んだ心を持ってしまったのね。はあ、いや、そうだね。カランシールもちょっと倒さないと行き来されるからね。アインエルの世界は実に魅力的だな。一目惚れしそうだ。教えてくれ。お前たちはのんびりとフルートを吹き、絶景の中でユニコーンを描き、壮麗な塔を建て、そして動揺も罪悪感のかけらもなく人間を殺す。その理由は？人間はアインシーでのエルフを殺すときに罪悪感を抱くか？ドワーフやドリアーゴも同じことだ。両者とも自らが他者より優れていると確信している。いや、避けられないところではあると。まあ人種が違うからね。シリには助けがいらなくなる。じきにシリにはお前の助けが不要になりそうだな。貴様のもの。そうだな。シリは自由になり、俺はそれを応援する。お前はどうだ？シリのしたいようにさせられるか？私は何も強制するつもりはない。そうか。まあどちらかというとゲラルドの方が依存してる感じはあるよね。マルガリータはどうだ？マルガリータの容態は？
組織の再生を加速させることに成功した。もう大丈夫だ。エレディンを連れてくるなら早い方がいいだろう。でないと女魔術師たちが仲間割れを始めるぞ。まあね、あんま仲いいっていう感じではないからね。さあ行きますか。準備は整った。これでアンドボイ、アンドビクに行ける。太陽の石を見つけた。白の艦隊のギールバンがディリアンに送った宝か。彼女はそれを使わず、ギールバンは涙したという。エレディンはすぐに動き出すぞ。全ての準備が整ったようだな。忘れるな、一度やるとなったらもう後には引けないぞ。そうだね、じゃあやるべきことはやった。いつでもいい。準備はできた。出航の時だ。アンドビクが待ってる。よし行こう。さあ戦闘準備完了。いざ決戦へ。皆は崖の上で配置につく。ここここそして魔法陣の作り方ぐらい分かってるわよ。目の見えないものですらね。私はただ万全を期したいだけで、ゲラルト待っていたぞ。そうか、俺抜けて始めているようだが。そうか、もう始めているようだが。魔法に関する話だ。別に大した話ではない。どうせ俺はただのウィッチャーさ。複雑な話なの。今はやめて、ゲラルト。話の続きを聞かせてくれ。やることは単純だ。遂行は容易ではないが、太陽の石を発動させる。カランシードが呼びかけに応えれば、ナグルファーが入江に現れる。帝国艦隊がカイロの逃げ道を塞ぎ、女魔術師会は船がアインエレの世界に戻るのを阻止する。そこでバルアトレ公爵率いる第7イムラッツ歩兵連隊が乗り込む。当然お前とな。皇帝は気前がいいな。ほう、エムヒルも気前がいいものだ。スケリッチでの軍事作戦を全て中止してくれた。何か裏があると見るべきだな。戦う理由はみんな同じよ。はいはい、皆さん、口を動かすよりも手足を動かして。同志たち、崖を登るわよ。気をつけてね。一つ重要なことを忘れてる。シリはどうするんだ。ジルエアエルは待機する。ナグルファーから離れてな。シリの考えではなさそうだ。察するに、お前の考えじゃないな。ええ、もちろん私は一緒に行きたいと思ってた。それは禁じる。あまりに危険すぎる。お前に命令する権利はない。お前に指図する権利はない。面白い。ジルエアエルも同じことを言った。もっと大声でな。だが私にはその権利があるんだ。太陽の石を発動させられるのは私だけだ。従わないならこちらも何もしない。ジルエアエルはそれ以上反論しなかった。貴様もきっと同意するはずだ。ジルエアエル、陸にとどまると誓うか。選択肢があるの。どこへ行く。散歩よ。それとも禁止されてるの。足を折るかもしれないから。なるほど、これが古き血脈か。さあ、シリの行動禁止と。ああ、父親譲りの性格だ。父親譲りのものだ。同意できんな。エムヒルは現実主義者で、シリは理想主義者だ。理想主義者？何の話をしてる。何でもない。時間がない。何かやり残したことがあるなら、薬の調合であれ何であれ急いでくれ。
やるなら今だ。私は小舟のところで兵士たちと待っている。それとも今一緒に行くか。いや、ちょっと準備しようかな。契約は少し欲しい。行ってくれ。後で合流する。あまり遅くなるなよ。さあ、前回武器はちょっと作ったけど、ちょっとね、再度確認兼ねて。あ、やっぱちょっと寝ないっていうか瞑想して作らないとダメだね。いや、朝日を昼間にするか。わざわざ夜に戦わなくてもっていうとこだしね。さあ、朝8時。まあ、丸1日経ったわけ。さあ、雪も降ってて、ワイルドハントも来るか。お前みたいなやつがいた。この辺りは、さすがに、ないか。武器関連はなさそうだね。もう行くしかないか。そしたら、念のためセーブしておいて、行くか。どうしたどうしたどうした。まさかアイテム取ったらか。あ、鍛冶屋あるね。うそんなガチで刺しに来るか。あ、しかも矢刺さるか。それでもおお、さあ落ち着いたかなさあさあ、あ、ニルフガード軍か。レベル45って結構高くなってたね。さあ、鍛冶屋のところ行って。見てか、客か。さあ、品物を見せてほしい。まあ、お金もね、そんな使うこともなくなるんだろうね。あ、スタイカー持ってなかったっけ。まあ、買えるときに買っとこっかね。飛龍士の皮。これが2000。やばい値段ね。そんなもんか。制作。武器もね、もう作ったからね。泣くものね。一番今作れる最高のもの。三人いるか。32、だよね、エルフだよね。作れるとしたら作れるだけ作っておくか。あ、さっき抜かれたから居抜かれてしまったからね。じゃあな。ちなみにそのスタイガーっていうのは、見てか、客か。どっちだ。作ってほしい。鋼か、スタイガーは。まあいいか。じゃあな。早く来るぜ。2時まで見たか。特になんかこう準備できるのかなと思ったけど、そんな準備できるわけでもなくって感じだね。
危なバグったかと思った結構ね、いきなりフリーズすること多いからね、これ。霊薬が3種類作れる。満月作れないかな。白い蜜。あら、あと一つ、あった。森の賢者。よし、行くか。さあ行くぞ。準備はいいか。はあ、じゃあやりますか。始めよう。人を吹かせてやろう。いいぞ、ゲラルト。喜んで。この心をあなたに捧げる。一体どんな呪文なの。恋文だ。ずいぶん昔のな。この石はある男女を再会させるためのものだ。エレデンに向かってこんなセリフを言うことになるなんて。アインベレリスシルレナイド、アデルエイヒプレンエイゼネ。本当にうまくいくなんて。来るぞ。ガレファーネ。ついてこい。ナグルファーはすぐ近くだ。何の音もしない。これは罠だ。すぐに逃げなくては。もう逃げない。ダメだ、ジルエアエル。まだお前は自分の力を制御できん。どうにかする。シリ。邪魔しないで。シリ。これは魔法の氷だ。魔術師を見つけて、そいつの杖を折る必要がある。折るのは杖だけじゃ済まさない。
さあ早速、いやだいぶ強くなってるね、シリね。能力っていうか結構成果が出てる感じか。いやシリ強えな。一発だもんね。いや、しかもダメージもほとんど食らってない。めちゃくちゃ強いじゃん。さあ意外と飛べない。さあさらに奥に。いやすげえな、一気に氷の大地ができたね。どんだけ寒いとやっていう感じだけど。じゃあパーニーに入ってもらって、まあ3人だね、できて。さあカランシルのとこまで一気に行くか。相手してもっていう感じだし。さあいた。治癒やよ。待ってた。で、なお。また貴様。次に女魔術師ともだ。いやだいぶシリ強いね。この場も仕切りたい。惜しかったな、チルエイブ。イスカルシャード。そうか、魔法の効果が薄くなったからか。さあ闇上がりと。いけ、そういう攻撃してくる。貴様は勝てる。たとえ私を倒したとしても。見てくれ、我らの力はこんなものではないぞ。やばいな。さあ。エージョバッグレイ。痛いね、それは痛いね。
か。で、まあ構わずやな。2発ぐらいか出れたとしても。どうした？来い。やばいやばいやばい。いやー、氷の中でそれはきついね。まあでも倒して残るわっていうとこやな。あと一人間に合うかな。さあ、あの船のところまで。あとはシリがどうなったかだよね、問題は。さあ、残すはエレリン。やばい。さあ、とりあえず一回邪魔はできたが、シリはどこに逃げたかだよね。いかんねー。お、だいぶ足場が整ったところに来たね。だったねー、今こそ好機だ。シリを見たか。エルフと一緒にいた。エルフ、あちゃちゃ、はい、殴る派に挑戦しろということで、ちょっと俺先行くね。だな、倒さないと意外とこれ先行けんからね。倒さんとダメか。ヤルマール、シリを見たか。ナギルファーの祖母だ。
前ら全員溺れさせて入り江を死体で黒く染めてやる。そうか、ニルフガード、よし、滑るね。さあ、ヘルクマールがいた。さあ、これでちょっと片付いた。次、邪魔邪魔邪魔、よし、抜けるか。いや、お前がします。もうちょい、もうちょいなんだよ。なぜだ。貴様に話があるのだ。だがそれは後でいい。お前の死に際に教えてやる。ほら、回ったり飛んだり跳ねたりしてみせろ。友の恨みは晴らさってもらうぞ。醜い化け物め。しやがったか。後ろ後ろ、痛いね。まあ、その氷の鎧を入れよ。自分の鎧を速やかに苦しませずに殺すつもりだったが、どうして楽しませてくれる。
さあ氷による灰でもうそろそろ終わりだろう。さあそれは残念だったなエルディン。何か話があると言っていたな。我々はアバラックに騙された。奴は我々を戦わせた。そしてシーラを連れて逃げたのだ。信じられんな。さあトロフィー、王は死んだを手に入れた。でもさっき後の一言がちょっと気になるね。さあハブカーレンゲットしました。アードの刻印も手に入れた。てっきりあなたが知ってると思ってた。アバラックが裏切ったらしいことしか知らん。なんだ話が。ゲラルト見て、これでシリの居場所が分かったな。シリを探す場所が分かったな。私についてきて、警戒して。アバラックやっぱ考えてたか。やっぱ最後までめんどくさいやつやな、あいつは。ハーブカーレンがゲットしたやつで、それぐらいかな。シリの捜索に集中しよう。アバラックは何が目的だ。きっとエレディと同じ、世界をつなぐ門を開くために利用するのだ。くそ、地震か。急がなくちゃ。さあまずい、あのやばいね。向こう側の巨人の船か。
デッドデリーで終わりの歌時か、なんかの歌詞で出てきたタイトルだね。見たことがあるって夢で見るって言ってたけど、このことか。塔は白き霜、これは何なんだ。夢にされるぞ。待って、裏目覚め、離れないで。離れないさあ、あの塔に行く感じか。ことか、逆に弱ってるのを利用した感じか。はあ、やべえな。いいか、もうちょい早く行けんか。まあそうなるよね。強いね、やっぱ。さあ、あとちょい、あとはあそこ登るだけか。まずいわ、アバラクは塔を魔法の障壁で囲んでる。壊せそうか。壊す、せいぜい裂け目を入れるぐらいね。でも一瞬だけ。なぜなら要点だけを頼む。二人で入れるのか。いいえ、あなた一人で行くのよ。シリと一緒に戻ってくる。分かってる。アゴレード、ティアゲイン、アゴレード、ゲラルト、許さんね、あいつね。やっぱララのことかな、こうなるとね。ララとの因縁が分かんないから何とも言えないんだけどね。信用できると思うか。私の言葉なら信じる。
アバラックの話は本当。塔を開く手伝いを頼んだの。中に入りたかったから。なぜ話してくれなかった？どうして前もって俺にその話をしてくれなかったんだ？ごめんなさい、そうするべきだった。でも理解してもらえないと思って。イエネファーと話してるみたいだ。一緒に帰ろう、頼む。ねえ、ゲラルト。塔から出たら。もし、出られたらね。なぜこんなことをする？ワイルドハントは倒したじゃないか。まだ白き霜がある。予言は正しい。氷に閉ざされる世界を見た。この先に待つ未来が分かる。白き霜を止められるのは古き血脈だけ、私だけなの。そんな犠牲を払うことはない。お前がそんな犠牲を払うことはない。ダメ。白き霜は避けられない。必ずやってきて、世界を凍らせ、すべての命を根絶やしにする。破滅を止められるのは私だけ。よく考えて決めたことなの。他のやり方があるはずだ。あなたはただのウィッチャー。世界の救い方なんて分かりっこない。これは私の物語なの。だから最後まで語らせて。わかった。幸運を祈る。もっと早く話すべきだったね。きっと理解してもらえた。今ならわかる。俺はいつだってお前の味方だ。あまり待たせるなよ。
こちらへどうぞ。そうか、一応皇帝に会いに来たわけか。終わり、そして始まり。で、どこに？熱狂的な進行はいい結果を生む。まあ、エムヒル皇帝に報告か。シリは結局まだ分かってないんだよね。多分その後なんだろうけど。いやー、最後まであいつは食えんやつやったな。まあ、間違って殺すことはなくてよかったけど。さあ、エムヒルが何と言うか、ゲラルドがどういう報告するか、これでちょっとシリのことは分かるのかな。話せ。シリは死んだ。なぜそんなことに。白騎士の予言だ。知っているだろう。シリはそれを止めたんだ。自らを犠牲にしてな。遺体はどこに。見つかるとは思えん。他に知る者は。エルフの賢者アバラック、どこにいるかはわからん。ユネファーは北方に残りたいと。誰も反対しないならな。すまい、貴様はどうする。うん、もうお前には関係ない。お前には関係のないことだ。そうだな、シリラは何か言っていなかったか。何も言っていなかった。そうか。他に何もなければ。ある。だがもう言っていい。ウィッチャー、二度と顔を見せるな。二度とな。本当にシリは死んだのか。荷馬車が動かないなら手を貸そうか。いや、いいよ。俺のじゃないんだ。奪ったというか、略奪品みたいなものだ。慌てて乗り捨てていったんだろうな。レダニアに取られるのは腹が立つから、俺たちがもらっとくのさ。時代が変わる。もう慣れっこさ。黒の軍団がいなくなったらウィッチハンターが来るだろう。だからこそ今を楽しまないとな。そうさ。さあ、日が暮れる前に仕事に取り掛かるぞ。もう行くよ。では。もう行かないと。頑張ってくれ。どこへ行くんだ。近くで宿屋を探すってとこか。ああ、その前に人と会うんだ。ニルフガードの野営地があった場所でな。では、さらばだ。終わり、そして始まり。いやー、最後のクエストといったところかな。そうか、シリがいないか。まあね、最後結果どうやってっていうのか分かんないしね。あとはそうだね、まあ何とも言えないところはあるけどね。ゲラルト自体が放浪の旅してるところを見ると、一人でね、まあ、本当にシリが死んだのかちょっと分かんないけどね。待ち合わせしてるのがイエナファーなのか誰なのかちょっと気になるところだけど、トリスなのかイエナファーなのか、それとも他の誰かなのか。まあそれは行かないと分からないね。
さあこの辺りもだいぶ懐かしい場所だね、ほんとね。さあもうちょっとしたら着くかな。壊れた砦、ここもだいぶ最初だよね。さあ誰が待っているのか。うん、じゃあ入りますか。マスターオルト。足止めでもされたか。遅いぞ。兵士たちが道を封鎖してるんだろう。関係ない。持ってきたか。約束通り。40寸弱の刀身、軽量で使いやすく、銀メッキしたシデライトスチールの芯、剣全体と絵に象形文字とルーンを入れた。美しいな。もう30年仕事してる。俺の高級品を買えるのは最高の剣士だけさ。これよりいい武器を持つ、もしくは持っていたウィッチャーはいないと言っていい。評判は聞いている、マスターオルト。疑いはしない。名分は依頼通りだ。ほう、ジルエール。暗闇を切り裂く閃光。ジルエアールにしてこ。ジルエアエル。ツバメだ。伝統的なルーン文字だ。衣装は施さず、簡素な彫りにした。試しても？お前のものだ。試したければ、練習用の人形を出させよう。ほら、代金だ。依頼通り宝石だけだ。仕事を探してるなら、マリボーの森にストリガがいるそうだ。ありがとう。まずは宿屋に行くが、その後は決めてない。ウィッチャー、良き旅を。さあ、ジルエアエル。レベル1。はあ。まあレベル1か。レベル1か。あれ？めちゃくちゃいいモードみたいな感じだったけど、話は。でもこれって、確かあれだよね。オープニングの時に流れる剣にそっくりだったけど。まあでも立派な剣だね。レベル1だけど。このゲーム、鍛え直すっていう概念がないからな。強化っていうかね。さあ、ローチ、ここまで来い。あ、意外と来なかった。んーじゃ、宿屋に行きますか。さあ、依頼をっていうことだけど、何の依頼かな。まあ、あとなった印象的だったのが、その、シリが、白き下の試練っていうか、それに行った時に、今までの回想が流れたのがすごく気になったね。あれ、しかも、何かと希望に添えてあげたものを、が映ってた気がするから、意外とあの辺りのクエスト重要だったかもね。よし！クソ！ウィッチャーめ！いや、ウィッチャーめって言われてもさ。さあ、ドワーフは2位か。ちょっと、待って。いや、こっちか。
さて何をしてるんだ。もういい、出てこい。あ、密上主かな。旅はどうだった、順風満帆か。まだあの船の話か。一緒に乗らなくて幸運だったな。あ、どうせ入れなかったさ。霧の島水詰めで陸に着くのがやっとだった。魚の匂いもした。ここで何をしてる。なぜここに行き着いた。仕事で来たんだ。世間の風は冷たいからな。稼げる場所で稼がなきゃ。ここに測量士が必要か。仕事を変えたのさ。今は投資家だ。投資家。追ってた、隠れろ。全くじゃねえか、うん、何事だ。見てないと言ってくれ。見てないと言ってくれ。ドワーフどもはどこだ。ドワーフ散らばっくれるな。ミシェリス牧師の金の聖杯が盗まれた。昨日からずっと追ってるんだ。犯罪者に手を貸す者は誰であれ永遠の炎の神聖法廷により罰せられる。そうか、脅す気か。それは脅しか。気に入らないな、ウィッチャー。教団に仕える者への敬意の払い方を教えてほしいか。やってみろ。だ、聞くなら今のうちだ。レベル差があるからな。おい、さあ前も、はい、カウンターで終わり。まったく、こっちはシリがいないっていうのに。いやだやでいくか、ろくなことねえかったな。ウィッチャーには無駄に仕掛けたらダメだって教わらなかったのか。さあ、あれかな、ホワイトオーチャードあたりかな。見て、夜景。ゆっくりでいいぞ。さあ走れ。あーでもやっぱりあれか。そうやね、軍が占拠してたらこうなるよね。 いやホワイトオーチャードめっちゃ懐かしいな。ん、どうした。どうしたんだ。兵士がみんなを縛ってあそこの小屋に。みんなって誰だ。父さんもボガートおじさんもクリムコも助けて。2位なんだよな、さっきからクエストがね。向こう行け、陛下の命令だ。俺はその文字も読めません。確かめよう。あら、ヘル王のために。今だ、行くぞ。やつは素早いぞ。来たぞ。やりやがったな。どうする？まああんま問題起こすなみたいなことは言われたけど、オーチャーで来たっけね。まったく。まあでも子供が助けてって言うんだったら仕方ないか。さあ、報酬はなしのただ働き。相変わらずやな、人が良すぎるね。反逆の種ね。まあ王政的にはかなり悪い感じだね。魔女を癒してと偽る者、ご不承認および浅ましい非人間族。そう、ヤデヤに行くみたい。うわー久しぶりやな、ここのヤデヤも。オープニング以来。お前らさっき仲間やられてたんだけどな。
私おお、シリちゃん。ああ。あの人は信じた。どうだろうな。コカトリスの分、それから新しい仕事があるの。報酬は少ないけど、やる価値はある。忙しそうだな。お前のだ。ウィッチャーの剣、ツバメ。うわ、綺麗。試していい？ここじゃダメだ。すぐに機械はできるさ。ウィッチャーだからな。そうか、尻のためだったのか。早速試しに行きましょう。さあ、ウィッチャー3ワイルドハントクリアです。ちょっと待った、ってことはシリは無事シリをクリアしたのか。異常なまでに野心的な男だった。しかし彼は間違いなく戦争の天才だった。敵を大幅に下回る兵力を持って南部からの侵略者をたやすく打ち負かしたのだ。レダニアのわしは北方全土にその羽を伸ばした。その中にはノビグラドも含まれた。ニルフガードに勝利したラドビットは今こそ魔女狩りを完遂すべき時だと考えた。ノビグラドで行われたようにレダニアに新たに解放された国テメリアやエイダーンでも家計が始まった。風紀を改めるためと称して数知れぬ薬草医、祈祷師、癒して非人間族が異教徒とみなされて殺された。ラドビット王の下では多くの者が奴隷以上にその自由を制限された。少なくとも軍が勝利を続けている限りエムヒルの進化はおとなしく皇帝に従っていた。しかし度重なる敗北により皇帝への信頼が揺らいだ時、息を潜めていた反対派が牙を剥くことになった。舞い踊る白煙の火種は内乱というより大きな炎に飲み込まれ燃え尽きることとなった。大陸が戦火に包まれる中、セリスの聡明な統治によりスケリッジは繁栄を極めた。前任者とは違い若き女王は他国の沿岸を略奪しなかった。彼女は民に目を向け内政に力を注いだ。それによりスケリッジは栄えたが、その牙はかつてないほどにまで鈍くなってしまった。ニルフガードの玉座の後継者シリラ・フィオナ・エレン・リアノンはその座につくことなくウィッチャーとして生きることを決めた。ゲラルトは彼女に全ての知識と技を教え、その後互いに別の道を進んだ。魔王を犯して灰色の髪の女ウィッチャーの噂がヤルーガ川からコビリの山まで広まるようになった。そしてゲラルトについてだが、まあいつは仕事を続けている。その日暮らしで絶えず仕事を受け常に放浪している。いつも悶なしだ。俺たちはたまに会って強い酒を飲み昔を懐かしむ。あの時違った選択をしていればどんな未来が待っていただろうかと思い描きながら。はあ、エンディングも変わるか。はい、ということで最後はナレーションも入って終わりということで、ウィッチャー3無事クリアとなります。いやー、やっぱり途中出てきたラグビットはすごいことになってたね。やっぱまあ倒してたらあれが変わってくるんだろうけど、まあ内乱は変わらんだろうね。で、エムヒルが多分生き残ってというところだろう。で、今回、ウィッチャー3、ワールドハントやって、エンディングが実は3つ存在するみたいで、今僕が見たのは、一番いいエンディングらしいです。シリウィッチャーエンドっていうやつらしくて、その他にあるのが女帝エンド、あとはバッドエンド。まあ、バッドエンドはね、一番ちょっと残念なところになるんですけど、これがね、まあこれはもう多分2周3周して、途中で選んだ選択とか、まあ多分僕のが一番分かりやすいのはシリが最後4つムービーが流れましたけど、あれを達成しないっていう感じでしょうね。いやー、でもこれ1年がかりでちょっとしましたが、
いや面白いね、最後の盛り上がりやっぱ映画みたいでめちゃくちゃ楽しかったです。まあね、多分プライベートで一人でやってるからまあでもウィッチャー3ね、実はあのダウンロードコンテンツがたくさん出てるんで、終わってもまだ永遠と続くという感じですね。まあダウンロードコンテンツはするかどうかはまた置いといて、まあ2週3週、まあ永遠に終わらないゲームっていうテーマのもと作られたゲームなので、サイドクエストもね大量にやって永遠と回ってくるんで、サイドクエストはクリアしてもクリアしてもどんどん出てくるんで、まあそのあたりやり込みたいっていう方はぜひおすすめしたいソフトかなと。いやーでも面白かった。さあニューゲームプラスをプレイできるようになった。プレイするには新しいセーブデータでニューゲームを開始し、ニューゲームプラスを選びインポートするセーブデータを選択する。ニューゲームプラス機能解除した後にということで、強くてニューゲーム的なのができるらしいですね。さあ、リビアのゲラルド物語はここで幕を閉じたと。引き続き世界を探検し、ウィッチャーの依頼を受けたり冒険を楽しむことが可能と。まあやるとしたら、まあこのダウンロードだね、ハーツストーンというのとブラッドワイン、まあサイドはあるやつを永遠とって感じ、トレジャーとかね。いやこんだけ時間かかってまだサイドで、これまだ増えるからね、やばいよねボリュームね。いやいまだにね、人気なシリーズだけあって話も作り込まれてるし、あの実際街の人とかそれで全然変わってくるらしいんで、一人一人の結末、特に僕の場合は男爵がね、残念な結果になりましたが、また変わってくるらしいんでね、そのあたりとかね、まあ皆さんの目で確かめていただければなと思います。ということで、まあ、ダウンロードコンテンツするか別として、僕のウィッチャー3ワイルドハントですね。まあ、ここまでとなります。まあね、39回か、約40回弱となりましたが、ついに最後を迎えることができました。そうですね。まだまだウィッチャー3、やれる方はやれるかなと、スイッチ版とかね、PS4 いろいろ出てますので、よければ皆さんもやってみてください。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。次回はまた別のゲームですね、そちらの方でお会いできればなと思います。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。